名で誕生しました映えマスケのみんなです。映えマスケは鳥取県中部を元気にすることを目的として誕生しました。2011年に KRS48 としてデビュー、2012年一般公募により映えマスケにユニット名が正式決定し、2013年映えマスケのオリジナルソングとしてゴーホワイト白壁ストライプを完成披露。2014年はダンス、歌にも通じ、MC やコントにも力を入れ、テレビの取材なども受け活躍しています。映え祭を広めるため、県内外でステージ活動を精力的に行い、今年の映え祭では新メンバーを迎え、新曲も披露してくれるようです。さあ、それでは映えマスケのみんな、お願いします。Thank you.
私たちの本拠地倉吉、そして私たちが誕生したこの映え祭での大鳥で今から映えちゃいますよ。せーの、映え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 ちゃう。1曲目、映えますが CD 発売したらオリコン1位間違いなしの Go for it を聴いていただきました。イエーイ、気づいてますか？気づいてますか？あれ？反応がないな。気づいてますか？気づいてる？気づいてる？あ、ガチャガチャ言ってねえよ。あ、来ましたね、このキャラ。このキャラですいませんね、本当。さあ、ということで、続いての、早速続いての曲に行きますけイエーイ、オーイエー、ありがとうございます。はい、クレイジの観光名所、白川不動君と、心模様が交錯する素敵な曲です。映えますけで白壁ストライプ。ちょっとね、マイク混戦中、ちょっと待っててね。頑張れー、頑張れー、寝とれI'm not afraid to die.
略して倍増。今日は新入生を皆さんに紹介します。さて、どんな新入生が入ってくるのでしょうか。はい、皆さん席についてください。座らなくていいから立って。それでは出席取ります。はい、レディバード、いい、続けよ、続けて。はい、もう一回いくよ。出席取ります。はい、レディバード、はい、さすがうちの優秀だキラキラ。それではここから、新入生を今日は迎えたいと思います。っていうか迎えますよ。騒ぎますよ。騒がない騒がない。騒ごうよ。騒がない。騒ごうよ。時間ないから。それでは今日じゃない、まずは8月加入した新メンバーから自己紹介してもらいたいと思います。どうぞ。楽器が得意な中学1年生12歳のひよりんです。よろしくお願いします。イエーイ。ちなみに何の楽器が得意かな。はい、トロンボーンが得意です。ということです。はい、次ゆうな。はい、演技が得意な中学1年生12歳のゆうなです。よろしくお願いします。イエーイ。どんな演技が得意。いろいろ多かった。うちの新メンバーこんな感じ。それでは今日加入したバイマスケ、まず今日加入するバイマスケ候補生メンバーの自己紹介です。どうぞ。新メンバーのこう見えても小学5年生11歳リモリンです。チャームポイントは笑顔です。よろしくお願いします。イエーイ。新メンバー小学4年生9歳のリアンです。チャームポイントはくっきりした目です。よろしくお願いします。かわいい。最後リート。新メンバーの小学4年生9歳のリトです。チャームポイントはみんなより背がちっちゃいことです。よろしくお願いします。イエーイ。かわいい。かわいい。ちっちゃいね。はい、先生。はい、どうぞ。オリジナルメンバーも久々に自己紹介やりましょうよ。やろうよ。まあ時間がないから、素早くやってください。巻いて巻きでやって。はい、はい、じゃあいきます。この色が目印の小学6年生12歳みーちゃんことみなみです。みーちゃん、みーちゃん、みーちゃん、ちょっと薄れてきてるけどね、小麦色。はい、次。はい、今日のために髪を切ってきました、野中です。よろしくお願いします。イエーイ。野中。はい、バイマスケのキレキャラ担当、あゆゆこと中学1年生、あゆかです。イエーイ。はい、はい、バイマスケで一番背が高くて肌の色が黒くて雲が特徴的なもうりんことももかです。よろしくお願いします。イエーイ。バイマスケの天然キャラ、中学1年生ゆうです。イエーイ。ゆうちゃん、ゆうちゃん。バイマスケ1のアイドルを属す、一番好きなアイドルはダイヤモンドさんです。中学1年生13歳の中田坂です。おたく。イエーイ。おたく。はい、今日のために足を骨折してきました。嘘つけ。ギプスが壊れないように頑張ります。小学6年生11歳のカレンことカレンです。よろしくお願いします。イエーイ。頑張ってカレン。それでは最後、はい、メンバーの最年長リーダーの花見ちょことおイエーイ、花見ちょことかなみです。年齢はそろそろ伏せておきます。何歳。伏せるって言ったばっかりでしょう。いやいや、そこ教えるでしょ。リード何歳だっけ。9歳。嘘つけ。そうそう、9歳です。嘘だ。わけがちゃ言ってんじゃねえよ。ほら台本通りに行けば次は真面目な話だから。はい、カレンどうぞ。いいですか。いいよ。去年のバイ祭終わりから1年間バイマスケは新体制となり、このバイ祭告知活動も兼ねて県内外に今までにないほどたくさんのステージに登場させていただきました。新しい
い試みとして今のようなコントなどに力を入れ、歌やダンスに磨きをかけ、テレビ取材まで受け、さらには全国区のグループに転向して有名になったメンバーもいて、いろんな公演に恵まれました。ここまで来れたのは皆さんと支えてくださった方々のおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。ここ鳥取のおへそ倉吉で映えますけど、皆さんでこれからも映えていきましょうという気持ちがたくさん詰まった新曲が完成しました。イエーイ、オーイエーイ。ガチャガチャ言ってんじゃねえよ。そしてその新曲の中でサビの部分とかでは、せーのふーふーとか、せーのあー声があるので、皆さんも一緒に盛り上がってください。はい、メンバーが言うのでぜひぜひ真似してくださいね。はい、それでは聴いてください。映えますけで、映えますけ、鳥取の真ん中から。またまたマイク頑張ってるところだからね、待っててね。大丈夫。待っててね、待っててね。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。移動中。Thank you.
そうですね、バイバスケにレクチャーしていただきますのでね、みんな一緒に踊っていただきたいと思いますよ。はい、じゃあバイバスケいいですかね、レクチャーのお願いします。はい、お願いします。さあ皆さん前の方に集まってくださいね。これこちら、ひなり伊勢踊りの前マスクがレクチャーをしてくれますよ。クレーン師の KRS がまずは、いくよ、いい？いいですか？もうちょっと、皆さんも真似してくださいね。まずは KRS ですよ。せーの、 K R S。 そしたら上からぐる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 っていきます。いいですか？それを2回繰り返しますよ。ちょっとメンバーが後ろ向いてるメンバーがいるので、後ろ向いてるメンバーをぜひ見本にしてやってください。いいですか？せーの、 K R S。 上からぐるぐるぐる、もう一回、 K R S。 上からぐるぐるぐる。でしたら今度は腕を上下に振りながら足をバタバタさせます。バタバタ、これ8回やります。メンバーが1,2,3,4,5,6,7,8って数えるので一緒にやってください。いいですか？これ違うな。せーの、 1,2,3,4,5,6,7,8 できたらロマンスという動きをします。右手ロマンス、左手そしてぐるんってして、回して、よいしょ、反対によいしょ、これを4回します。右左合わせて1回をかける4回します。それではロマンスだけをやってみましょうか。右手からいきます。せーので、1回目、左手よいしょよいしょ、2回目、右手左手よいしょ、3回目いくよ、右手左手よいしょよいしょ、4回目、右手左手よいしょよいしょ。そしたらこれが終わったら次 TTTH っていうのをします。右から太鼓をドンドンドンって3回叩きます。そしたら上に右手をヒューッと飛ばします。そしたら今度左手からドンドンドンとして左をヒュー、これで1回です。これを4回、それと右だけ特別1回します。それではやってみたいと思います。いきますよ、せーの、トントントン、ヒュー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 トントントン、
グーグーグーパーとしてください。これで1回です。これを4回だか8回だかしていきます。音に合わせないとわからないので8回かな。8回やります。8回だと思います。はい、それではいきますよ。せーの、グーグー。1回目グーグーグーパ。2回目パグーグーグーパ。3回目パグーグーグーパ。4回目パグーグーグーパ。5回目パグーグーグーパ。6回目あと少しです。グーグーパ。7回目パグーグーグーパ。ラストグーパグーグーグーパ。これが終わったらもう一度最初の KRS に戻ります。 KRS からさっきのサビのところまでもう一回やります。それではよろしいでしょうか。いきます。あと個別で旗振りっていうのがあるんですけど、右手で右手をグーにして左に1、2、3、4でした。この反対に1、2、3、4でして前に1、2、3、4でします。いいですか。旗振りだけもう一回やりましょう。せーの、1、2、3、4 1、2、3、4。真ん中3、4。はい、大まかな振りはこれになります。さあ、みんな大丈夫ですか。この後フィナーレ一斉踊り行きますよ。さあ、この曲はですね、バレン祭のテーマソング、全国でも活躍されている倉吉出身の門脇大輔さんが作曲してくださり、この曲に合わせてこのバイルダンスが誕生しました。さあ、みんな準備いいですか。みんなでバイルよ、バイルよ。さあ、それでは行きますよ。じゃあみんなで声合わせていきましょうか。それでは行きますよ。ミュージックスタート。
それでは J 商工連盟新年部会長でいらっしゃいます笠田直樹様より閉会の挨拶をいただきます。皆さん今日は参りましたか？イエーイ、よかった、滑らなくて。今日は本当に大勢の方のご来場ありがとうございました。そして、出演者、設営に協力した皆さんの感謝、協力も感謝申し上げます。ありがとうございました。屋台の皆さん儲かりましたか？地元の食材なので帰りは皆さんぜひとも一品買って帰ってあげればと思います。じゃあ、締めということなので皆様と123ダーで終わりたいと思いますので、ご唱和お願いします。いくぞ、準備はいいかい？ご来場の皆様、本当にありがとうございました。お車でお越しの方は混雑が予想されますので、どうぞ気をつけてお帰りくださいませ。本日は誠にご来場ありがとうございました。関係者のスタッフ集合写真を撮りますので、どうぞステージにお集まりください。関係者の皆様全員で集合写真を撮りたいと思いますので、ステージ上にお集まりください。
以上で倉吉公演祭は終わりとなりましたので、設営の方は、近くのゴミを拾っていただいたりとかですね、片付けれるもの、どんどん片付けていただくようにお願いいたします。屋台の方は、早く撤収の方を、お願いいたします。